皆さんこんにちは経営コンサルタントの中野です今日も中野祐二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います草コイン新聞購読視聴規約ここでねこの動画を一旦止めていただきましてここに記載されている第1条から第7条をしっかりお読みください大きな画面でお読みください えー、ここに記載されているいちご一句すべて承諾できる方のみこの動画の続きを見ることができます、えー、ここに記載されているいちご一句どこか一箇所でも承諾できない方はですね、えー、この動画を見ることができませんのでここで動画を消してください最近ね日本語が読めない方がたくさんいらっしゃいますので、えー、日本語読めない方も この動画の続きを見ることはできませんそれではいってみましょうはい LINE に登録してくださいねはい、えー、そ,そろそろね、えー、新しい、えー、キャラクターが欲しくなってきましたので、えー、イラストレーターの方、えー、誰かイラストをですね新しいイラストを描いて送っていただければ、えー、使用したいと思いますよろしくお願いします 2019年4月28日火曜日暗号資産、サコイン長野研究会今日はね、千葉県松戸市はむちゃくちゃ晴れてますね、いい天気ですね、直射日光が眩しいですね、ただ空気がちょっと冷たいですね、昨日まですごく冷たくて、えー、大風邪ひいた人もいるんじゃないですかね、昨日は11度ぐらいしかなかったね、最高気温がね。 まあ僕はあの春先にもう一回風邪ひいてるんで、鼻ズルズルだったんで、もう治っちゃいました。う風邪ひきませんね。で、花粉もですね、もうだいぶ収まったので、あれだけ喉をね、ゴフゴフやってたのが、一切止まりましたね。まあ、アレルギーはやっぱり杉花粉だったのかなって思いますね。うさぎじゃないのかなって思ったりもします。 えー、10連休のね、宇宙の今日2日目ですね。今日を過ごしてしまうとあと8で8日しかないですけどね。皆様、いかがお過ごしでしょうか。まあ、平成もね、今日入れたらあと2日 ?28、230? あとちょっと終わっちゃいますからね。平成最後のいろんなことをね、楽しまないといけないですね。はい。 はい。それではね、今回は、えー、XM リアル講座解説動画第2回目を行っていきます。あのね、えー、第1回目を出した時からですね、非常に多くの方にですね、XM リアル講座の解説をしていただきました。ありがとうございました。だいたいね、380名ぐらいかな。うん、なんか、毎日ね、次から次へとメールが、XM からメールが届きますね。 おめでとうございます。新規講座解説、リアル講座解説、えー、されました。つってね、あのー、XM からメールがね、その都度届くのでね、何事かと思いましたけど、まあ、たくさんの方にですね、XM リアル講座解説していただきました。で、まあ、解説しただけではね、お金、全くアフィリエイト報酬ってもらえないもんですから、これからね、ご一緒にですね、えー、っと、 ポジ,ポジションを取ってですね、えー、資産を増やしていきたいなと思っております。はい、それでね、えー、前回はリアル講座を作ったところで <laughs> 終わったんだよね。なので、まあ、第1回目、見てない人は第1回目を見てください。で、今日はリアル講座の有効化を行っていきます。で、MT4 のダウンロードとインストールにつきましては、ちょっと次の動画になるかなと思います。はい、リアル講座の有効化についても、ちょっとね、時間かかるんでね。 はい。それでは、今日も頑張っていきましょう。ということで、えー、っとですね。まずですね、リアル講座の有効化なんですが、えー、XM はね、この Firefox でやるって言いましたよね。Firefox っていうウェブ,ブラウザでね、やるということを決めましたよね。 それで、えー、これ YouTube 見てください。YouTube 見ていただいて、えー、で、私の最新版動画ですね。中野雄二って入れていただいて、<laughs> 中野雄二って入れていただいて、<laughs> はい、ここ、検索キーを押します。<laughs> これですね。で、最新版の動画、 今見ている動画が最新版だと思うんですけど。そこにね。私、はこの動画今撮影、ね、今、ね、全体で見る、ね、前の動画を見ています。で、もっと見るをしていただいて。六番目ですね。xm のリアル講座を開設しますと。で、変なものをしちゃうと。詐欺サイトにね、移行してしまうのでね、気をつけてください。で、これメニューから会員ログインを。押します。はい、で、ここでですね。前回作った。 えー、ID とパスワードありますよね。えー、XM のね。で、これメールで送られてきてますよね。で、入れてください。4405-0430。私は、私のリアル口座の番号、これね。皆さんはまた違うと思いますよ。で、パスワード入れますね。しょ。パスワード。大文字、小文字、数字ですよね。 あれ大文字小文字数字これねあのー、パスワードをねノートに実際に書いてから設定しないとねあの実際入れてねとあの講座解説してからパスワードをノートに書く人ってほとんどいないんですよ大丈夫大丈夫いつも使ってんのと一緒だからっつってでね忘れちゃってね二度と入れなくなるんですよでねこれもうパスワードを保存でいいですねはいそれでこう言う まずこの状態になりますね。ログインしたんで、有効化してないんですよね。お客様の口座は有効化されていませんので、えー、さらに進むには、まずお客様の、お客しようか。講座を有効化する必要があります。口座有効化のために、ご本人確認書類とご住所確認書類をご提出くださいということで、こちらより口座を有効化するということでね、はい、これを押します。で、まず、 マイナンバーを入れなくちゃいけないですね。で、マイナンバー持ってますよね、日本人はね。納税国はえジャパンですから、えー、J ですね。H, I, J, K, L。H, I, J。これですね。ジャパン。で、送信 <coughs>。で、マイナンバーを入れると。で、まあ、あ私のマイナンバーは、まあ、ちょっとここは適当にね、適当にこうやって入れますよ。 そして確定通すと。間違ってますと。多分、十、二桁、十三桁だからかな。十、はい。で、次に、えー、ご本人確認書類ということで、身分証明書と住所確認書類があるんですね。で、これ、どうやるかっていうのをこれから説明します。えー、ご本人様確認書類。 XM は口座開設、申し込みに必要な提出書類を保管することが法律上決めつけられています、えー。書類提出及び認証が完了するまでは取引へのアクセスまたは出金を行うことはできませんということで、まあ、どうするかというとですね、まあ、身分証明書を送るということで、 えまずね、これ有効なパスポートもとは公的な身分証明書、運転免許証、ID カードなどのカラーコピー、身分証明書は有効かつ、以外の情報を含むものが必要と、名前、フルネーム、発行日または有効期限、出生時及び生年月日またはの税番号ということで、まああのパスポートとか運転免許証またはマイナンバーカードの表面だけというようなものでいいと思いますね。 それで私は今、今回ね、えっ、ー、と、免許証を、ちょっとね、アップロードしてみようと思います。それでね、最近ね、ちょっと僕気づいたんですけれども、はい、このカメラね、カメラ使っていきます。ここに免許証あるんですね。それで、えー、最近気づいたんだけど、この免許証をメールに添付して送ってくださいねっていう、 話をいろんな方にするんですがそのやり方がね分からないよっていう方がやっぱり結構いるんだよねやっぱねでまあそれをね悪いこととは思ってないんだけど、えー、ちょっとこれ免許証 <laughs> 免許証あるでしょでこれ私の免許証でゴールドカードなんですよすごいでしょうゴールドカードちょっとねあのー、名前とか住所顔とかを、えー、免許証の番号とかは全部、えー、白く してて修、えー、修正修正テーブル貼っていますなぜかというとあ個人情報ばれちゃうからですね。で私は、えー、いつも中野裕二って言ってますけどこれは本名ではありません。それで生年月日も本名じゃないし顔写真もねちょっと違いますから <laughs> はいあのー、中野裕でってねあの本名だと思ってる人いるんだけどちょっと違うんですよねそれれででこれをですね。えー ここね、ここのところでね、アップロードするにはどうしたらいいかということなんですが、これはまずスマホでですね、写真を撮ります。これスマホね、これ iPhone8 なんだけど、えー、皆さんスマホ持ってるでしょこれ iPhone とか Android とかあるんですが、これで、えーっと、ここ押すよね、カメラ。カメラ押すよね、カメラ。 でこうなりますよね。こうなりますでしょ。で横,で取よ横で取ります。横横でね、こうやって。横にして、こう上からですね、えー、反射の照りがないように、照り返しがないようにですね、こうやって。カシャって取ります。そして裏面も取ります。裏面もね。なんか住所書いてある人、書いてない人、いると思いますが、裏面も取ります。こういう風にね。 にちょ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 横にしてくださいよ立てちゃだめですよピンボケしないように撮ってくださいねこのカメラこのカメラ自体がピンボケしてるんですけどこの iPhone 自体はピンボケしてないですからねこれ撮ったらおっと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 とっ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 ねっと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 っでっとっとことっ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 と これあるでしょこれ。写真って書いてあるんだけど、ここ行きます。そして、マ <laughs> イアルバム行きます。マイアルバムで、えー、っと、今撮ったのが下の方にあるんでね。はい、ここ出てきますよね。出てきたら、ここのですね、ここの左下押します。左下上の上って矢印あるんだけど、これピンボケするね。 え全体で見るとこの左下ここのここのとこを押すよ押しますそこ出てくるんですよいろいろねでど何で送りますかと上,上矢印がこうやってね左下にはなんか上矢印が書いてあるんですよ上矢印これどっかに送るっていう意味なんだけどこれ押しますそして何で送るかって出てくるんでメールを押すんですよメールピンボーケーしててごめんねそれでこうやって <laughs> メールに添付された状態でこう出てくるので、えー、これ Gmail <coughs>、パソコンのメールね、まあ、g m ール l を入れてください。g m ール l って Google メールのことね。で、g m ール l 入れますよ、僕。で、ここら辺にいっぱい出てくるんで、えー、これですね候補,候補が出てくるんで、あ、これだと思ったら選んでくださいよ。 まあピンボケしてて申し訳ないんですけどでここにまああの県名は入れなくてもいいですけどまあ一応分かんなくなっちゃうので運転免許証表面運、うんうん、転免許証の表面これはどうでもいいですから自分で分かるように書いてるだけです こうやって書いて送信って、送信って右上にね、送信ボタンあったんで、もう一回ね、これ、送信ボタンがここにあるんですよね。で、押します。そうすると、えーさ、サイズを聞いてくるんですよ。サイズね、これちょっと、ピンボケで <laughs> 使い物にならないですけど、サイズを聞いてくるので、ちょっとピンボケで。 サイズ聞いてきますんでね、えー、小、中、大実際のサイズと4つあるんですよ。でこれ小にするとダメだからね小、中、大はダメですからなぜかというとあの画像が圧縮して送られちゃうのであの運転免許証の文字が読めなくなっちゃうんですよ。それで口座解説できないから。でそれはあの仮想通貨の口座解説の時にもあったんですよね。何度やってもできないと。 これ実際にサイズで送らないとダメですから。はい。で、こうやって、でまた元に戻って左上してね。で、今度、裏面ですね。で、これも左下押して、メールって押して、で、これ、Gmail アドレス入れると、はい。で、候補が出てくるんで、これだな。あと、これかちょっともう一回で。候補出てきますね。で、これ、運転免許証の裏面って書きます。 ちょっとピンボケしてわかんないなんかイメージでわかればいい運転、免許証、スペース、裏面。ね、で、これも送信としたら、実際のサイズっていうのを押すんですよ。それで送り、送られます。で、これでね、2回送ったので、届いてるか見てみたいと思います。これだね。 えー、はい、こっちですね。で、まあ、Gmail っていうのは、えー、Google, <laughs> Google だよね。だから、えーこれ、今度こっち、今度こっちのですね、Google Chrome の方を出してください。ね、Google Chrome、これを押してもいいですよ。Google Chrome を押して。 ここに Gmail ってあるんでね、Gmail と押します。はい、そうすると、来てますね、運転免許証表面。まず1個来てるね。1個来てますので、で、これを押します、ここね。起きてるでしょ。で、そうしたらここをす、ここ右上、これを押します、これね。あれ押したかと、こう出てくるんですよ。 で結構、やっぱりわかんないよね。わかんない人多いですよね、やっぱね。で、まあ、ほら、僕はさ、分かってる人を対象に、あ、送っといてねとかさ、言うんだけど、いつまでも送ってくれなかったりするから、どうしたのかなと思ったら、やっぱわかんないんだよね、ここら辺がね。で、このように来たら、マウスの右ボタン、中指ボタン、マウスの右ボタンを押して、名前をつけて保存を押します。 はい。で、これ、どこ置くのということで、まあ、どこでもいいんですけど、まあ、ピクチャー。ピクチャーでいいかな写真だからね。で、ここを、わからなくなっちゃうから、運転免許証の表面って書いてください。ファイル名を。はい。うん、運ん、うん、うん、うん、許証。ん表面。 でこれはね、えー、ブラインドタッチっていって、キーボード見なくても書けるようになる、こうやって文字を打てるようになるためには3ヶ月ぐらいかかるんですよ。で、これはまあ、若い人も泣きながら練習したんだよね。だから、まあ、お年を召した方もね、やっぱり練習するしかないし、ブラインドタッチができるような、えー、っと、ゲームソフトっていうか、ソフトがあるんですよね。 はい、だからそういうので、あのそういうのをダウン無料でね、インターネットからダウンロードして、まあ、練習するっていうのってしかないですね、やっぱね。あれ来ないですね。はい。あと、これ、裏面がね、また来るはずなんですが、まだ来てないですね。はい。で、<laughs> これ、表面が出来上がりましたら、Firefox のここのね、アップロード画面でですね、 ここの、えー、ピクチャーのところにこう写真ありますよね。でこれ開くと、えー、でこ,ここに載せて書類をアップロードとやります。1、まあ、個ずつやってもいいですね。2個いっぺんにはできないので、こっち1個、こっち1個でアップロードですね。 僕はね、ちょっとこの講座は有効化しないので、もうすでにあるからね。だからこれで書類をアップロードして、そしたらここまたね、えー、っと、載せることができるので、今度裏面を参照、参照してね、裏面をここに当ててね、それでアップロードって押します。そうするとどん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 たくさんアップロードすることができます。はい、まだ来ないかな。 時間かかりますね、もう1個ね <coughs>。あとですね、もう1個、もう1種類を送らなくちゃいけないんですよね。それは何かというと、この住所確認書類、えー、最近の公共料金の請求書、電気、ガス、水道、電話、インターネット、お、えー、もしくはケーブル、テレビ、接続など、もしくは日付が過去6ヶ月以内に発行された。 銀行の利用明細書でお客様の登録住所が確認できるものということなので、これは本人確認じゃないんですよ。本人確認は身分証明書でやるので、えー、本人確認じゃなくて、所在地確認の,その建物があるかどうかなので、えー、例えばさ、電気、ガス、水道は旦那が請求しててね、旦那の名前で請求書が発行されてても、全然それはいいわけですよ。うん、あの ほとんどそうだと思いますから、で女性の方でね専業あ、主婦の方で、いや、電気は旦那の名前、ガスも電気の旦那の名前です、全部電気、ね、旦那が契約してて、旦那のがね <coughs>、請求書をえもらってると、だから自分宛てのものがないんだけど、どうしたらいいかっていうね、え話がいっぱいあるんだけど、それはね、あのそれでいいから。 はいそれでいいので送ってください、でもしね、あのだからこれ、所在地確認なんですよ、その建物が、その住所があるかどうか、あの身分証明書に記載されている住所が本当にそ日本に存在しているかどうかを、XM が確認しなくちゃいけないので、それで送ってくれって言ってることなんですよね、でそれも同じようにですね送っていただきたいと思います。えー でちょっと待ってねどうしようかな僕も電気今探しますね <laughs> えー、そうだな例えばこれ,これでいいかなじゃあ水道料金の請求書があるんですよこれにしよう <laughs> はい、い,いきますよここにねここに、えー、水道料金ねこれ使用、えー、水量のお知らせとく水道料金、まあ、全体ボケてていいよね逆にね個人情報が分かんないんでね えー、これがあります。水道料金の、えー、請求書。でこれは千葉県企業局ですね。千葉県か千葉県からのあります。それでこれもですね、えー、iPhone で撮影しますね。iPhone でね。で、ここのカメラのアイコンします。まあ,あの、Android でも一緒でしょ。そして横にしていただいて、上から撮ると。で影にならないように、また。 影にならないように、そして照り返しがないようにね。きちんと151がわかるように。押します。押したら、えー。これ閉じて。閉じてですね。そしてここあるでしょ。写真写真を押して。もうやる前アルバムの一番下ですね。でこれがそうなので。 これが今撮った写真なんで横になってますけどね。で、これを、えー、メールで送ると。左下を押してメールで送ると。そして、このアドレスにまた Google、Gmail。まあ、Yahoo メール使ってる人は Yahoo メールで結構ですよ、うん。あとは特にプロバイダーのメール使ってる人はプロバイダーのメールアドレス入れてください。私は Gmail 使って、まあ、何でもありますけど、えー、パソコンで受信できるメールですね。 はい、で候補出てくるんでこれが、まあ、水道料金水道う料量金の水給所と。 何でもいいですけど、自分がわか忘れないようにね。で、送信で、また実際のサイズにしてください。はい、そうしないと字,字が潰れちゃってね。XM では、XM って外,外国人じゃないのと思うかもしれないけど、日本人が5人ぐらいいるんですよ。うん、日本人が5人ぐらいいてですね、その日本人の方があの日々対応してくれてるので、日本語対応ですから、<coughs> 日本語でね、読めるようにしてください。 で、ここでねまた <coughs>、えー、来るはずなんだけどちょっと今、えー、いっぱいいっぱいですねいっぱいいっぱいですからはいんはいここでねちょっとまだ来ないもんですから、えー、ここでね まあ、同じ感じでですね、やるっていう感じですね。はい。同じ感じで、まあ、あ例えばこれ、免許証裏面だったら裏面で、またマウスの右クリック、あ、違う、これダウンロードですね。ダウンロードすると、こう、大きな画面になりますから、でこれでマウスの右クリックで名前をつけて保存で、えー、これが運転免許証裏面と書いて保存すると。 そして、えー、ファイアフォックスですね、ここで、まあ、あの表面アップロードしたらまたこう消えますから今度また今度裏面ってやってね、アップロードすると。ほんであとは水道料金は表面だけですよね。でアップロードして、それでこの有効化っていうのね、有効化されていませんというものについては、えー、これで終わりになります。はい、免許証表面裏面と 住所確認書類、まあ、だから電気ガス水道電話インターネットなどのあとはケーブルテレビなどの、えー、日付が6ヶ月以内に発行されたものですね公共料金の請求書ですねこれの写真をアップロードするということになりますでこれでね有効化完了になりますから えー、これで終わりですね。あとは、えー、マイアカウント、えー、有効化されたものをですね次自分、私のですね有効化された講座がありますのでそっちの方でですね <coughs> あの次回からですね入金方法とかいろんな方法についてですねお話ししていきたいと思います。はい、この辺 そうですね「有効化されていません」って出てきますねはいなので有効化された、えー、そうですね講座がありますのでね私の方にね今度はそっちの方を使って、えー、動画をね撮影していきたいと思いますはい皆さん分かりましたかここはねちょっとあの多分添付画像が大きすぎて 後からしかね、出てこないと思うんですよね、メールがね。はい。まあ、メール、なかなか届かないときありますよね。だから、まあ、しょうがないかなと。しょうがないかなと思って、まあ、ちょっとお昼ご飯に出かけたり、お茶したりね、するしかないですね、こういうときはね。メール届かねえじゃん、つってるうちにポコンって届きますからね。まあ、最初の1個が早く届いたのでよかったかなと思います。はい。で、まあ、あの、皆さんね、分かるように、 有効化です、ね、はい、このアップロードですね。で、アップロード。まあ、はい。これは本当にここの緑のボタンを押さないとアップロードされたことにならないんでね。<coughs> うん。はい。ということでやってください。わかったなんかちょっと <laughs>、この、 メールがね届かないんで何とも言いませんが、はい、ちょっと大きかったかなうんまあ届かないときはじゃあということで届かないときは何があるかというとえ添付のファイルが大きすぎるんですよね添付したファイルの添付したファイル まあこのね、スマホに添付した、えー、<coughs> 画像ファイルが大きすぎるときがあって、アマゾン、あ、違う違う、Google 側で、えー、サーバーで読み込めないときがあるので、えー、裏面ですよね。で、これをまた送るときに、メールで送りますよね。で、私は Gmail、<coughs> Gmail ですから、えー、Gmail ですよね。 あ違う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  Gmail で、まあ、これ運転免許証裏面ですよね。裏面って書いて、そして送信ボタンを押します。右上に、ね、送信したら、実際のサイズは大きすぎたということで、じゃあ1個下の台で、ね、台で送ります。はい、台で送りました。そうするとどうかなと。 えー、届きましたねはいすいません届きましたねすぐにねだから多分添付ファイル 2, 2メガとか2.5メ,メガ以上だと大きすぎて、えー、Google メールが、ね、拒否するんでしょうねでこうしていただいてこれですね、まあ、裏面はこれ何も書いてないからこれでいいと でこうこうしたらこう出ますよね。で、マウスの右ボタンを押して、名前を付けて保存と。これ、Windows 10でやってくださいね。10、10 8とかね、Windows 8とか7とかだと、もうセキュリティ性が担保されて担保されないので、あの何があるか分かんないですよ。運転免許証、裏面。なので、やっぱり、<laughs> まあ、Windows 10アップロードするの大変なので、 新しいパソコン買っちゃった方がいいかもしれないですね。で安いやつ買うと遅いので、あのー、安いやつ買うと遅いんですよね。だから、やっぱり10万円以上のものがいいですよ。後で後悔するんで。はい。で、これアップロードしたら次に、今度裏面ですね。裏面をこう取ると。いっぺんに2つは載せられないのでね。1個参照,参照して、ここに持ってきたら、書類をアップロードするとていこういう緑ボタンを押して、 で終わったら今度また今度裏面をこうやって選択してでこの緑ボタンを押すと。で次に、えー、とさっきね私水道料金の請求書をですね、えー、送ったんだけど送りきれてなかったということで,でもう一回これ戻っていただいてですね、えー、一番下にこれ水道料金,道料金のね請求書があるんでこれを左下で 左下のボタンでね送、送るよと。で、何する、何で送りますかってメールで送ると。で、ここに、えー、宛先にまた G メールアドレスを入れてですね、候補出てくるんだよねでね、これ、水道料金の請求書と入れます。入れない人いるんですよね、これ、めんどくさいからね。当て、あの、件名を入れないで送っちゃう人いるんだけど、分かんなくなっちゃうから、後で。何が何だか。だかめんどくさいけれども、 水道料金の請求書。ちょっとピンボケしててごめんね。何が何だかわかんなくなっちゃうので、えー、やっぱり書いた方がいいよね、これね。水道なんでこれピンボケしてんのかな、これ。多分、あの広角レンズだからね、請求書。それで送信して、さっき実際のサイズで送ったら送れ送れなかったから、だいね。送れなかったからっていうか、まあ、 の Google の方ででで受信できなかったですよねだから、えー、実際のサイズよりも小さい台っていうのは小さいからね実際よりねはいだからそれで、えー、ちょっと待ってこれはどうだはいはいそれで水道料金の請求来てますよねすぐにねでこれを押して右上のこのダウンロードダウンロードボタンですからね 押して、これを右クリック。実際にはこの鮮明ですからね。鮮明に映ってますからね。それで名前を付けて保存。で、これ、名前も、うん、違いますからね。名前住所違いますからね、今はね。はい。で、ここも、えー、PC のですね、このドピクチャーの下に保存して方がいいですね。ピクチャー、写真ですからね、これ。それで、スイーわかんなくなっちゃうからね、ちゃんと書いてくださいよ。移動 料金の請求書と。で、これで保存すると。しましたよね。実はこれ閉じていただいて、<laughs> で、ヤーフォックス行っていただいて、ここ、住所確認書類は、え電気が推移すると、これですよね。水道料金請求書、これ開くと。それで、この緑をボタンを押すと。そうするとアップロードしていただいて、アップロードできるので、 え休日、土日を除く土日、祝日を除くえ営業日のね24時間以内にえ日本人5人いますからその5人の方がえ実際に目で見てねあの承認してくれますからねそれまではえ講座の有効化がされませんで24時間でだめだったら48時間ぐらいかな何なか言ってきますからもう1回こういうのこれがこの住所とこの住所違うからえもう1回違うのないですかとかね送ってくるんですよ。ああとはまあ クレジットカードの請求書とかね、まあ、何でもいいですから、とにかく送ると。そうしないと有効化されません。でその後ね、あの有効化されたら、あと入金をして、えー、実際にトレードできるようになりますからね。そのところについてお話ししたいと思います。ただ、トレーダーはね、MT4 っていうプラットフォームを使う、MT4 っていうねあのソフトを使わなくちゃいけないんですよ。でそれ何なのかと。 DMM の場合はね、あのウェブブラウザーでそのままトレードできるんだけど、遅いんだよね、やっぱりね、ブラウザーってのは遅いから、やっぱり0.1秒でも早くねあの、決済しないと価格変わってきちゃうから、ソフトの方が早いんですよ、あの実際問題で、そこの話も、えー、ちょっと図解解説をしながらね、やっていきたいと思います。 それでは今回は、えー、講座の XM の講座の有効化についてお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。失礼いたします。